さくらとりなの白黒ラジオ、皆さんこんにちは。白姫として歌わせていただいています、さくらです。黒姫として歌わせていただいています、りのです。この白黒ラジオでは、つくよみレコードからリリースされるアルバム白姫と黒姫について、いろんなお話を交えつつご紹介していきます。今回ご紹介するのは予感という曲です。はい、ということで、はい、最近感じた、はい、または今感じている予感、はい、予感でしょ、まあ、第六感みたいな感じですけれども本当ですね、はい、なんかこうひらめきじゃないけれども、こんな感じだなっていうのあります？私ね、来年あたり花粉症かなって思ってますね今年に何か発見しました？いや、なんか今年もちょっと危なかったような気はしたんですけど、うん、なんか持ちこたえたんですよね、自力でね。花粉症かな、いや違うっていう感じですねそうか、それみんな言ってるか。私も花粉症ですが、もう幼稚園の頃から花粉症なんですがもう自分は花粉症じゃないって毎年思い込んで始めますね、そうなんですか、うん、じゃあ私もすでに危ういってことですかね。いや、症状が出てなければそうだと思いますけど、ね、症状はそんなに出てないんですけど、多分ね花粉増えてるんですよね最近ね。すごく増えてます、毎年毎年本当にいろんな花粉が増えてます。そんなもう全然わかんないですからね今は。だからね、なんでしょうね、この花粉の増え方異常でしょうってこれやっぱ温暖化の問題でしょなるほどね、多分温暖化、あ、そうか、その温暖化のせいで、このなんかそのさ、あの桜のね、お話をですね、その第2回の時にしたんですけれども、はいはい、なんかやっぱり咲くのが早くなって、あ、そうですね、で確かにすぐ散るっていうんですか、うん、春が来るのが少し早く、しかも夏もちょっと早めに始まってるんじゃないかなっていう気が、うん、最近するんですね。っていうことは花粉症の時期としては短くなったってことですか？まあ、それは嬉しい限りなんですでも花粉は年中飛んでるんで、あ、そっか、いろいろ、ね、そうですよね、杉やらヒノキやら、あ、そっか、あるんで、まあ、その辺はそうですよね、うん、そう、私はなんかそれを最近感じてしまっていますね。あ、そうか、花粉予感、うん、花粉予感です、本当に、うん、仲間になってしまいえ、リノは何かあるんですか？うん、私はですね、やっぱりその、うん、さっき季節がね、うん、早くなってるってことで、うん、本当にこれから季節がね、うん、だんだん早くなって、うん、昔はね、うん、ほら、春が1月からだったじゃない？ 1 月、2月、3月が春でしょ、はい、で、4、5、6が夏で、7、8、9、秋で、10、11、12が冬っていう風に一応暦の上では分けてあるのね。へえ、まあ、ちょっとずれて、まあ、だから今時期だと3、4、5が春、そうですね、で6、7、8、夏、9、10、11、秋、12、12が冬っていう感じで、なんかだんだんずれていって、多分100年後とかそんなん、そうですね、4月、5月から春みたいな新しい季節が誕生してそうするかもしれない春夏秋冬だけじゃなくて、もうなんかそう収まらないみたいな、季節が四季じゃなくて五季とかになってる、うん、予感ね、そうそうそう、そんな、そんな何百年後の予感みたいな、うん、予感というかそれはなんか予想、予想っていうかでもそんな感じがする、うん、でも怖いですよね、夏だってもう長いですもん、10月でも半袖とか、うん、そう、夏がやっぱり、うんうん、感じますね、長いなって思いますね、長いでね、ま、うん、冬はあんまり得意ではないので、そ、まあ、それはまた嬉しいんですが、でもやっぱり季節は、うん、それなりに、ね、四季として、うん、やっぱそれが日本のね、うんうん、良さでもあるわけじゃないですか。確かに、うん、もうね、だからそういうのはなくなってほしくないなって、そうですよね、思ったりして、うん、なくさないように何とかしましょうか私たちで、ちょっと、リサイクルからちょっと始めてみるそれいい子、いい考え、うん、そう、うん、リサイクルから始めて、なんか温暖化をね、ちょっと防止しようみたいな運動を始めますか、ここからここから私たちが発信していく、そう、でも本当季節大事ですから、そう、やっぱ季節からなんかいろいろ生まれてくるものが、うん、本当ですよ、うん、あるので、うん、その辺はね、なんだ、私の予感ではなくなってきた世界規模になってきたの、あ、すごい、素晴らしいね、すごいね、世界的な予想してるね、自分自賛ですけど、うん、はい、というわけで、はい、はい、予感をお聞きください。